はい、皆さんこんにちは、タートルです。今回はですね、痩せる歩き方ということで、毎日歩いてるけど痩せない人がね、どうやったら痩せる歩き方ができるのかというところをね、紹介していきます。というのもですね、タートル筋トレの動画を上げたいんですけども、まあ、今現在ですね、このようにですね、手をね、ちょっと怪我しちゃってまして、なかなか筋トレがね、思うようにできません。まあ、膝も怪我しちゃってるんで、まあ、思うように筋トレできないので、こういったね、お話をさせてもらおうと思います。で、今回は痩せる歩き方なんですけども、まずね、皆さん歩き方でね、何か意識してもらっていることってね、皆さんありますでしょうか？例えばですけども、歩くときに内ももをすらしながら歩く。平均台を歩く感じで足をね、同じまっすぐ一直線で歩くとかね。あとは太ももを上げて歩く。そういったね、歩く意識をね、しっかりしてもらってる方はまあ確かに素晴らしいです。でも何も意識してないよって方は、とにかく歩いても、ただね、ふくらはぎの位置も悪いところを使ってしまって、ふくらはぎがね、太くなる場合がとってもあります。そしてもちろん、姿勢も悪くて何も意識してない状態で歩いてしまうと、体型がね、まず崩れます。例えば猫背になるとか、あとは骨盤が広がるとか、お腹出るとか、そういったね、逆効果になってしまいますんで、できればね、一つずつ意識することを増やして、毎日歩いてください。まずね、歩いて痩せない人、まあ、どういったパターンがあるか、というのをいくつか挙げていきます。まず、一つ食べ過ぎている。あと、一日一食にしてしまっている。アルコールを飲んでいる。甘いジュースとかね、コーヒーとか、甘い飲み物を飲んでる。あとは睡眠不足。あとは水分あまり取らない。こういったね、いくつか共通点があります。まあ、どれももちろん改善しなければいけないんですけども、まあ、で、まずね、改善一番してほしいこと。まず飲み物からね、無駄なカロリーを取るのを気をつけた方がいいです。食べ物はもちろん栄養あるからいいんですけども、飲み物でね、甘いジュースとかコーヒーとか、あとアルコールとか、結構無駄なカロリーになってしまうんで、このカロリーをね、1日に 2,3 回とか取ってしまってると、まずね、どんだけ歩いても痩せません。で、あとは痩せる歩き方なんですけども、できればね、まあ、胸を張ってお腹を引っ込めて、お尻をしっかり締めてね、この3つぐらいはまず簡単に意識してもらって、あとは歩き方なんですけども、できれば膝をこすらしながら歩く感じ、内ももをすらしながら歩く感じ、これを意識するだけでね、かなり違います。これ意識して歩くと、内転筋、いわゆるね、内ももが鍛えられてですね、骨盤がね、広がらないようになってくるんで、骨盤が安定してきますんで、そうなってくると下半身太りの人にはね、すごくね、むくみ改善とか、あとセルライトが溜まりにくくなったりとか、あとは老廃物がね、溜まりにくくなって、下半身がね、すっきりしてきます。通勤とか、あとは家に帰ってね、歩くとか、あとは一つね、駅を早く降りて歩くとか、そういった感じで日常的に習慣にしてもらって、この姿勢を正す、内ももすらす、そういった歩き方をできれば20分30分やってもらうだけでね、これ習慣にしていくと本当に痩せます。で、まずなんで痩せるかっていうと、歩くってことはすごいね、気分転換になります。この気分転換になることがね、痩せることにはすごい大事。気分転換ができるってことは、心が落ち着くので、暴飲暴食がね、かなり減ります。まあ、歩く、走る、まあ、走るのももちろんいいんですけども、あんまりね、しんどいことは続かないと思うんで、まずはね、適度に歩く、まあ、歩くんでも痩せる歩き方を意識する。これで気分転換をしてもらうと、まあ、暴飲暴食が減って、結果的に痩せていくと。もちろん歩くだけはカロリーそんな使わないんで、まあ、カロリー消費しないし、筋肉もそんなつかないんで、痩せることにはつながらないんですけども、歩き方を気をつけて歩くだけで少しエネルギー消費上がりますし、もちろん内もも鍛えられますし、気分転換になるんで、そうなってくると結果的に痩せます。筋トレしてストレス溜めて暴飲暴食しても痩せないんで、まずそういった方は気分転換になるウォーキングをやってみてください。そしてこのね、できればですよ、
痩せるタイミングにね、歩く方がもちろんいいです。痩せるタイミングっていうのは朝です。朝の空腹時、ご飯食べる前に 2,30 分毎日歩く。なので出勤とかね、あとは学校に通学とか、そういった時にできれば朝歩いていって、まあ向こうで食事取れれば向こうで食事取ると、それがまあベストです。でもちろん動いた後っていうのはすごい吸収がいいので、いきなり糖質とか炭水化物いっちゃうと、まあこれね、インスリンがすごい分泌されて太りやすくなるんで、できれば順番を炭水化物最後、野菜とか汁物とか先に行ってから最後に炭水化物を適度に摂るという感じで頑張ってみてください。で、できればね、この炭水化物、これいっぱい摂りすぎちゃうと痩せないんで、炭水化物がね、一般的に言われてるのは手のひら半分ぐらい、それぐらいのね、目安で一食ずつ摂ってみてください。結構ね、歩いてるけど痩せないよっていう人は基本やっぱりカロリー摂取が多いんで、イメージとしては手のひら半分のご飯、まあもっと分かりやすく言うと砂糖のご飯、まあこれぐらいですよね、砂糖のご飯ってね、これぐらいの砂糖のご飯の半分で 100g ぐらいありますんで、 100g あるってことはだいたいね 1g4 カロリーかな、そしたらね、もう400カロリーぐらい、だからもう結構食べ過ぎなんですよね、あれでね。だから本当にまあこんぐらい、こんぐらいかな、こんぐらい、こんぐらいのね、こんぐらいっていう炭水化物を毎食ね、まあ取らなきゃやっぱり痩せないんで、適度に取ってもらって、まあ、カロリーをね1000ぐらいで抑えてもらって、で毎日歩くという感じでね、ウォーキングを取り入れてみてください。 できればもちろん筋トレ後に歩くっていうのもかなりいいんですけども、まあ、それはねまたしんどいと思うんで、まずはねカロリー不足の時に歩くということをまず心がけてみてください。でもちろんね、朝空腹時じゃない時歩いたら意味ないのって感じなんですけども、それでもねカロリーは消費しないけど、背筋を伸ばしてお腹引っ込めて内ももこすらしながらね、内転筋しっかり鍛えながら歩いたら結構疲れるんで、まあ全然ね空腹じゃない時ももちろん意識して歩くだけでもそれは痩せることにつながります。でもし空腹時じゃない時にできれば脂肪を使いたい、できればウォーキングで脂肪を燃やしたいっていうんなら、筋トレを10分ぐらいやってもらって、その後にねウォーキングをやってみてください。まあ例えばジムにね行ってる人なんかは、まあ歩いてジム行って、まあ適度に鍛えて歩いて帰る、これがねかなりいいです。で時間がねやっぱり20分から30分ぐらいのまあウォーキング、仮に10分間筋トレしたんだったら、まあ歩くのもね10分15分でいいです。まあできればじゃあなんで1時間とか歩いてダメなのってなっちゃうんだけど、1時間とかね体を動かしてしまうと体にストレスを感じて、まあ、コルチゾールって言うんですけども、ストレスホルモンが溜まってね逆効果になっちゃいます。やっぱり体にもストレスになるし、ホルモンもストレスホルモン分泌されちゃうんで、できればね時間は短く、お腹が空かないように時間短くして食べるものを気をつけて痩せるのが一番です。そういった意識をしてみてください。であとですね、タートル説明欄にねブログ作ったんですけども、太もも痩せブログって名前からちょっと改名しました。ダイエット痩せるというねブログ名に改名しました。というのもね、太もも以外のブログの記事も書いてしまってるんで、まあ、ダイエットのねブログに名前を変えましたんで、よかったら皆さん遊びに行ってみてください。でブログの方はね結構商品リンクたまに貼ってるんで、プロテインだとか、あとはマルチビタミンとか、筋トレをしたり痩せたいよって方にはねおすすめのサプリとかも記事で紹介してますんで、なんでねそういったブログの方にも皆さん足を運んでみてもらえたらと思います。またねタートル、この手がね、手とまあ膝ちょっと痛いんで見せれないんですけど、バイクでずっこけちゃったんで結構派手にねやっちゃって、これがもし治ればね、怪我が治ればまたエクササイズ動画も上げますんで、皆さんチャンネル登録解除しないでくださいね、お願いします。この前ね実際ねゲーム少し乗っけたんですよ。まあ皆さん見てると思うんだけど、ゲーム乗っけたらね結構皆さん登録解除しちゃって、タートルねやっちゃったなと思ってですね、ゲームあんま載せない方がいいかなと思っちゃって、またねこういった痩せる記事、痩せる情報乗っけてるんですけども、まあ、皆さんねぜひね登録解除しないでね、エクササイズ動画ちゃんと上げていきますんで、皆さん
これからもよろしくお願いします。怪我が治ったらエクササイズ動画を上げています。今日もご視聴ありがとうございました。今日は痩せる歩き方ということでした。